それでは共に遺言のところですね。共に、これは十数年書いた短い詩なんですが、あなたに何か差し上げたとずっと思っていましたが、何も見つからないまま月日が過ぎました。何も見つからないまま、みんなみんな共にたった一つの全体生命と気づかされました。あなたに何か仕上げたいとずっと思っていましたが、みんなみんな共にたった一つの全体生命と気づいてみると、差し上げるものとて他には何もないのだと知りました。友よ、共にたった一つの全体生命の友よ。これは誰であってもいいんですけれどもね、友っていうのは、これは実在する特定の人なんですけれども、それを詩の上ではその人だけではなく、自分が何かしてあげることがいなかった人、自分がって僕がじゃなく皆さんがね、あの人にもっとこうしてあげればよかったとか、あるいはあれを差し上げればよかったとか、でもあるいは手紙を書いてあげればよかったとか、そういうことがあってずっと気にかかっている出来事とか人などがいたとしますね。で、僕にとってもそういう人がいて、そうしてあげようと思ってそうできなかった人がいたんです。で、そのうちにヨーガの修行をずっとやっていって、その人も自分も全てはセルフで分かれたものではないと気づいてみたならば、その気づき、あなたもセルフなのだ、自分もセルフなのだというその気づき以外には、何かあげるものっていうのは本来はないんだって。ものっていうのも全体生命に過ぎないんだしね。チョコレートあげるとか、ネクタイあげるとか、いろんなことして、プレゼント交換、これからクリスマスがあって、親が子供にとかね、あるいは恋人同士、友達同士とかでプレゼントの交換とかあるかと思いますが、そのものっていうのも全てはセルフから出てきたものですから、さっき言ったムーラプラクリティ、根本的なエネルギーの変ですから、チョコレートと言ってもね、全てはね、素材を考えたら自然から出てきていないものは何もないわけですから、それを綿ぶんどって、はい、あなたに、と考えるのもおかしいことではないかということに気がついたっていうことですね。だから、物を差し上げたい、何かを差し上げたいと思っていたけれども、今、こういうふうに気づいてみた今となってはね、あなたがその気づくようにという気づきを差し上げるより他は何もないんだ、と分かったっていうようなことを十数年前にね、書いたんですね。共にっていうのは、僕の友という意味と一緒に、全体生命っていう意味を引っ掛けて共にって、タイトルはひらがなで書いてある。中で友よっていうのはその特定の人に呼びかけてるんですね。もう一つ、同行衆友よ。こちらはヨーガの講習会に来ている人たち相手に言ったことです。前のはヨーガとは関係ない別な人のことですね。で、私っていうののところに僕、ウコン人って書いておいたんですね。で、普通、僕が、私がっていうと、みんなは僕の体のことを見て、あの人が思うわけです。で、右の方に座っている僕が、私が、その肉体がですね、肉体が死んだからとて、ウコン人涙って書いてありますが、涙って言ってもこのウコン人から出てくる水、塩気を持った水みたいなのですから、呼んでもらう時には、私が死んだからとて涙を流さないで、みんなみんな命にたゆと光る波って呼んでくださればいいんですが、じゃあ私って何かっていうと、みんなウコン人のことを考えているに違いないっていうことでそう書いたんです。このウコン人が亡くなったからといって、コンプリートネスは変わらないね。セルフは変わらないんだっていう。マハルシが死んだからといって、肉体が死んだからといって、セルフ、マハルシが隠したセルフは
何も減るわけではないわけでしょ。ああバガバーンが死んでしまったって信徒たちはみんな涙を流すけれども、ウコン人涙を流すけれども、でもラマナ・マハルシはマハルシで、どこにも行かないでくれと言ったって私がどこに行けるでしょう、全体生命としてあるのに一体それを離れてどこに行けるでしょうかってお弟子さんたちをたしなめたわけですね。皆さんも私に思ったらいいんです。その私が死んだからとて旦那さんでも子供でも知り合いでもね、涙を流さないでって、まあ気絶の涙を流れたりするかもしれませんがね涙をどっちにしても涙を流さないでって、うん、みんなみんな全体生命という不倫に漂う映画で、あちょい役が出てきて消えていったってそういうことですから、喜んだりね、あ主役が出てきた脇役が出てきたとかね、一喜一憂しないで、そういう波ね、光っているように見えている波でもね、それは海の水であってね、命という水であってね、波が高くなって低くなってってそういうことにとらわらないで、その波を構成する水、海水ですね、命そのものを見てくださいっていうのはこれ訴えかけなんです。まあ、これは飛行に呼ばれて講習会に行くとき飛行機に乗る前に書いたんです。いつ死ぬか分かりませんので人間っていうのは、体っていうのは飛行機事故とかあればね。で遺言ってまあもう講習会まだ始まったばかしで、ヨガバシティ始まってこれ 1,2 年です。でそういう勘違いをしているみんなにね、あなたも私もそういう右近人だけの存在ではないんですよっていうことを遺言の形で訴えかけたんだけども意味がわからない、ね、その図解の方はね、まあ僕瞑想してること多かったのでやって、そしてあのダルマ図に手足が書いてあるでしょ。でそれが死ぬとどうなるかっていうのがその右下の方で、その肉体はなくなって手足もなくなってダルマさんみたいになって、その第六式のところ、この世で考え事をしているところも点線で書いてあるんですね。それぼんやりとなくなって、それは78の大きな丸の方ねに吸い取られてしまって、まあそれが種です、輪廻転生のもとです。そうなるだけでね、何もなくなりはしないね。それがまだエゴとしてあるうちの話なんですが、エゴとしてなくなれば完全に全部点線になるわけですけどもね。でそうなると普通はご愁傷様でって、その下の手足だるまに手足があって目が垂れ下がって悲しそうな顔ですが、肉体がなくなると、肉体が他の肉体がなくなると悲しんだりってしてるけれども、それは全部右近人の世界でね、それよりそれを生み出した元の世界、色の世界ではないんだっていうことを僕言ってるわけなんです。そうしたなら般若心経に行きましょう。